皆さんこんこにちは過去の本試験に見る合格ための学習戦略というタイトルで30分程度ですねお話をさせていただきます。担当いたしますのはレック専任講師水野と申ししますどうぞよろしくお願いします。 それで,はですねこれから30分程度ですが、宅見試験の、まあ、お勉強の仕方これからね、お勉強を合格目指してやっていくのに、まあ、意識の持ち方ですね、というようなお話をさせていただくんですが、まずですね、レジュメですね、えーまあ、の印刷とかお手元に申、えー、持ちの方はこれを見ながら、で、まあ、ない方はねこれを写しながらやりますのでね、これからどうこれから勉強していくかという、 この意識、そしてあのやり方ですね。をお,お話してまいります。でもちろんい色々人やり方あると思うんですね。例えばあのいや。もうお金もないし、通う時間もないからとにかく本で勉強だよ。っていう方もいればいや。もう学校行く。もう行く学校決めてますとかね。 まあ別にそれがレックだろうがどうだろうがまあまあ別にいいですよ。あのとりあえず合格するのにまあ必要なあ意識、ね、そういったものをねこれから見てまいりますんでねで決めてない方はどうやって勉強しようかな、うん、じゃあこれネットでただだから、まあ、とりあえず見てみるかみたいなノリで見てる方も多いでしょうね。うん、でね何はともあれねどういう勉強を取るとしたとしても絶対やんなきゃいけないことなんですよ。それがこれなんです。まずは絶対今年合格するという決意するるとと決意こ で毎年第3日曜日え2021は10月17日んまあコロナでねあの12月の試験があるような年、ね、にあったようなね2020年みたいなことはもうなくなってほしいですねやっぱり1日でパンと終わるまあそれか年2回ってもう毎年毎年年2回とかねやってこれるとかねなんかねそういう感じでねほんと知ってもらいたいですよねだからそういうイレギュラーなことはもうないです普通はでもだから 二十一年は十月十七日、これが第三日曜日です。この日に皆さんは受かる、もう達検試合格するって決めてくださいます。で、これいや決めるのはいや試験やってる人たちでしょと。合格をするのは目指すわけよけど、決めるのはあちらさんじゃないと,と。いかんのですよそれが。もうね合格するって決めるんです。これから先皆さんが達検試験を 万が一2021年合格しなかった不合格だったとしても何度でも受けれますよ。でこの「異食銃」というところもねこの大事な銃という大事な部分をなったプロの資格なんですよ。じゃあなくなることないってことは一生受けるチャンスはあるけども受かるのはもう今年だもう今年で終わりだって決めてくださいでね まあさっきも言ったようにいやでも受験して落ちたら駄目なんだから決めるのは向こうじゃないのともうねあの,気持ちの問題です受かりたいなって思うあの思うからこんなもん私のなんかこげなんて聞いてるんですよ今ね時間ね貴重な時間割いてね受かりたいなでもどうすれば受かるのかな受かりたいなと。 受かりたくない人なんて20何万人これ毎年ね。申し込み者数は20何万何人いるけどもえまあ、受験者数減ってんじゃないですか？うん、これ申し込んだけども無理だから適戦逃亡してるんですよ。いっぱいえ、申し込み時点ではみんな受かりたい。決まってんじゃないですか？だって7000も払うんですよ。7000やったら美味しいもの食べ行けるじゃないですか？それなのにね。願書出したんですよ。それは受かりたいからですよ。受かりたくない人なんて知っ一人もいないんです。 でも受かりたいなーって思ってても受からないじゃないですか、うん、大体十5から18の間ですねパーセンテージいやそれは勉強してないからですと違う,、えー、う決意が足んないあの結局ね受かりたいなーって思う程度の人って最近の卓球試験はね受かりきんないです。やっぱりあの卓球試験もお勉強してて、えー、ここにも書いてあるけど300時間とかありますがいやーこんなにかーと、うん、みんな頑張ってそれなりにやるんですよそれなりに。 えでも直前期になったところでこう、ね、右肩上がりに点数って伸びていけばいいんですけどそうでもないんですよ。最初は調子よくてできてても直前すごいスランプになっちゃったりとかもうどうしてもなんか模試とかで微妙に合格ラインに乗らないとかなかなか点数伸びないってそういうスランプ当たるときたんですよ。でそういうふうになるとね例えばラスト1か月ぐらい前の模擬試験例えばですよ、うん、25点でした。 25点50問中25点うん、悪い点数じゃないと思いますよ別に25点でもまあよくないですよね、えー、まあ笑っちゃ悪いけどよくないですよだって半分じゃないですか、えー、合格点ってちなみに2020年の卓球試験合格点38点ですからね25点じゃまだまだ遠いですよね1ヶ月前にもう半年以上勉強したのに1ヶ月前に25しか取れないもうダメだみたいに思っちゃったりした時に どうなると思います受かりたいなと思いながら勉強した人はもう無理かなと思うと大体こうなります。残業が忙しくなるあの最近コロナでねあのリモートワークだから結構あの行かなくても済むから残業とか減っているところはあると思いますがやったら忙しい感じになっちゃうんですね。忙しくないけど。忙しいふり、うん。あとね体調が悪くなるんですよ。 いや最近なんかなんか、うん、頭が痛くてとかね口が痛くて喉が痛くて、えー、腰が痛くて血が痛くてみたいなね、うん、なんかねこう周りにねねやたら体調不良アピールすするんですよ、ねうんまあ、最近はなんかちょっとコロナ疑いがあるけどあんま変なこと言うと「お前コロナじゃねえ」って疑われるから、うん、まあんまあまかもしんないけどそれでもなんかやっぱ体調不具合アピールするんですよなんでかわかりますなんで急に忙しくないのに残業してますかなんで体調アピール不良アピールするか落ちた時の副菜貼ってるんですよね。 お前頑張ってたけどさね体調悪かったもんなとかお前直前期忙しかったよな、うん、だからな、うん、本ん来年頑張るよなって慰めてほしいんでしょうね慰めてほしいんでしょうね慰めてほしいんですよね、うん、多分慰めてくれますみんな大人だからところが心の中では思ってるんですよ「ケバッたいつ言い訳してるよと」とまた今年はケツがいていらしいですなんですよ結局逃げちゃうんです絶対に合格するって断言してじゃあ ななんらら周りにね宣言ぐらいしてみてみくださいよしたらですよラスト1ヶ月前のところで25点うわまずいなこれから1ヶ月どうしなきゃどうしなきゃっていうそのラスト1ヶ月何をすれば合格するかっていうシフトになるんですよ。それが25点あもうダメだと思うともうダメだもう今年は無理だっていかになんかソフトランディング周りに言い訳を与えるかを考えるんですよもう完全そこで勝負はありますよねだから絶対受かるって決めてください。 うん、もちろん決めたって人間うまくいかない時もありますよそれが人生ですからただね合格するってそういう決意も持てないのに受かりゃいいなぐらいでやってたら時間無駄ですどうせ受かんねえからもう絶対受かるって決めてください受かる合格する決めるのは皆さんの心です皆さんが受かると決めるまずはこっから始めてくださいでちなみに今年合格するって決めれたらもう半分終わったようなもんですもうねあとはねはっきり言いますねどの本使ったらいい どこで学校行ったらいいなじゃなくてどこで見るのんなもんえー、決めれたら合格しますって。まずその決めれるかどうかが大事なんですよ。うもうその後は方法なんつうので二2の次3の次まずはこの決意こんな話で7分取っちゃいました。でも決意できてない人が多すぎなんですよ。受かればいいな受かったらな今のところから転職して受かったらなともうたらればじゃなくて受かると決めてやってください。えー、それぐらいの覚悟を持つ。 ねというのがまず鉄則です。で、じゃあ受かると決めたよし、絶対受かるとお調子もんだとね。絶対受かりますとか言って全然勉強しね。えんですよ。多い,いんです。私の仲間の業者には形は受かりますよ。よっつってておおいいね。つってもね。うん、直前期2週間いやーまだ落ちる気がしませんってね。うんでね。なんか当日になるとね。連絡がなくなるんですよ。で、年明けになっていや去年もダメでした。みたいにね。普通にこう接するんですよね。いや。もう 口だけですよ、ね、いやほんとに受かるって決めると半分終わったのもんなんだけどでも勉強しないと受かんないんで、うんうん、じゃあその勉強するのにこれを見てほしいんですよまず時間数が300時間というふうに書いてありますがこれは目安ですで,平均的な数値なんですでこれより多い時間これね500とか1,000時間やってても受かってない人いっぱいいます。って発見試験って,これ合格率ってことは100人いたら15人ですよ。 それなりに大変じっていうかそれなりというか大変じゃないですか。これあの100人というのがピンとこなかったら例えば1クラス50人でこれね地域とかね時代によってその子どもの数とか違うからちょっとなんかう,んいやうちは10人しかい,しょあのい,いなかったよクラスっていう方もいちゃうからねあれですけどまあやっぱ50人ぐらいの教室って多いと思うんですよじゃその人人だとね7人ですよ。 七人ですよ。多分ね、クラス一クラス五十人のクラスで。七人、七番まで成績入ってる子って。ちょっと頭のいいっていうかね。できるなあっていう感じの子たちだと思うんですよ。なんかレベル高くないですか。ええ<ー>、要は七人受かって、あと四十三人落ちるんですよ。結構大変ですよね。うん、だからそれなりにちゃんと大変なんですよ。だから、やっぱ時間数、やっぱ三百時間はいるでしょって言われてるんです。で、もちろん、これより短くって受かる人もいるんです。でね、まあ、確かにね、あの。 公務員の試験を受けて民法付きでしたととかね、えー、あとはそうですね司法書士の資格持ってて宅検業の業者と絡むから宅検も取っとこうとかね、うん、行政書士は受かったんだけど、まあ、宅検も、えー、幅広げるのに取っとこうとかねそう法律の勉強してる人がね取るとねこれより短い時間で受かるともうねそういう人たちがねえや宅検なんて2週間しょみたいにねほんとやめてほしいですよそういうこと言うのねそうすると2週間とか1ヶ月本当に受かれると思う人がいっぱい出ちゃうんですよ。 うん、あのー、やり方によってはできないわけじゃないですただそれなりのスペックそして素養がいります小学者で一応これ今ガイダンスやってるのは初めて法律を学ぶ人でそれで1ヶ月ちょっと今の卓球しか無理ですね、えー、優秀な方でもちょっと厳しいですねあの他の資格持ってて例えば司法書士合格してますなんて言うんだったらいけるでしょうねうん、だって思いっきり被るんで、えー、だからそういう人によっては違うけども普通は無理ですから じゃあこれが標準的な平均時間じゃあ平均時間ですがこれより多く3,000やってても受かってない人はいます、うん、逆に100でも受かる人はいるまあ勉強のやり方なんですよでその時にえ合格するのは一歩絶対合格するというのが大事ですと言うんですがはい出ましたやっときました11分経って本題満点狙わないえなんか絶対受かるって決めてって言ったのになんで急にこんな甘っちょろいこと言ってんのと。うん、甘っちょろくないです 満点を狙わないというのは。鉄則なんです。なんの試験のです。宅建だけじゃないです。で、まあ、こと宅建に関して、今から私は話しますね。で、まず、あの試験範囲っていうのが、毎年試験実施団体から出てくるんですが。漠然としてるんです。ごく土地建物の法律に関することみたいな。すごい漠然とした感じなんですよ。例えば、その範囲を十とします。全部で、あ、はい、出る可能性があるとこを十とします。 で実際じゃあ、宅建試験昭和33年から託した建物取引委員という時代から取引主任者という名前を経て取引師になりえ長い歴史がありますがそのうちこの10ここから出ると言っていながら実際に合格点プラス、まあ、34点ぐらいですかね合格点プラス何点かはこの10のうちの2割。馬、ま、鹿、あ、にしちゃうといけないからもうちょっと大きくします。2から3 割割から3割ここが合格点プラス何点合格点プラス34点はここから出てくるんですよ。うんえででじゃあいきますよ。合格点はこの2割から3割のところが毎年同じところが出てくるんですよ。うん、ただ同じと言っても車の免許とか現チャリの免許みたいにえ一言一個同じ問題で出ることはないと思ってください。視点を変え品を変え文章を変え事例を変え出てきます。 だから問題の意味ががちゃんとと国語力なななく読み取れないとできないでできすただ知識として知らなきゃいけないのはこの10ある用のうちから 2, の3なんです2から3割なんです。これパレートの法則っていうのがあってあの大事なものって10あったらそのうちの2割が大事でその2割で大体8割方大事なことはおさわってやれるよっていうねそういう法則があるんですよ。卓球試験もドンピシャで10あって大事なところなんて2割ってうんです。 んじゃあ毎年毎年この「重箱を隅を突くような問題」とか、えー「全然読み取れないよ意味が分かんないよこの問題」とか、えー「初めて出た!」「今まで初めて出た!」とか、えー「改正されたらえー、そんなとこまで知らないよ」とかいう問題が毎年何問か出てきますこういうのを「箱を隅を突く問題」なんて言ったりしますがその「重箱を隅を突く問題」も出てますか今度には うん、じゃあいきますよもし満点を狙って勉強すると全部銃やるんですよ。全部1やるんですよ。じゃあ全部10やる受かると思いますうん。あの完璧に頭に覚えきれば銃を満点で受かりますよ。満点近くで受かりますよ。ところがねこの卓球のこの10というのはそもそもこの卓球試験というのは国家試験の登竜門と言われます。うん ね、例えば民法だったら例えば司法書士とかね、えー、あとは、ね、行政書士とかねあとは、うん、あの税法だったらね、うん、ファイナンシャルプランナーとか税理士とかね、うん、あと区分所有法マンションの法律だったら管理業務就任者とかね、うん、あとはマンション管理士とかね、うん、あとは法令上の制限のところのいろんな科目だとあの不動産鑑定士とかねもうねさまざまな国家試験のベースそれなってんですすよものごいい広んですよ。 もう銃を全部完璧にしようなんて思ったらこれね何年かかるかない5年じゃ効かないんじゃないですかそれぐらいかかるんですよじゃあそれを5年かけて勉強全部仕切りました覚えれます全部無理ですよだから結局満点狙うというのは全部やんなきゃいけないこの銃箱の隅もそうすると逆に受からなくなるんですそれはなぜなら銃やろいろんなことやりすぎてこの二カさんがぼやけんです結局いろんなことをやりすぎて大事なところが ぼやけんんでですす薄まっちゃうんですだから満点狙った勉強する方ってこうなります満点狙ってるからそれなりに点数が取れるようになるそしてえ2つまでにはほとんど絞れると50問出て全然わかんないもんであんまない、ね、でも2つに絞れてあれ見たことあるんだよなどっちだっけなこっちだっけな外した外した外したこれねあやふやな知識はないのと一緒。 完全ななな知識になってないと武器だから結局この宅研試験でもちろんね仕事を辞めてもう全てを宅研試験に朝から晩まで費やせますなんて言ったら、うん、そうですね満点狙ってやっても受かる人はいるんじゃないですかでもそういう人じゃない人をね私はね意識として対象にしてるんですよ。私ねあの一応その託研試験のこの講師講義をやるにあたってまずね あの、宅建試験を、生活のメインには持ってこれないと思ってます。うん、だって仕事があるから。えー、いや、でも、専業主婦なんですと、いやいや、家事育児があるから。うもうね、人間ってやることいっぱいあるんですよ。でも、宅建試験目指すときに、もう朝から晩まで、全べて宅建にかけられたら、好きにやれば。もう時間がかけするから。うん、だけど、やっぱり、型で間、もう空いてる時間でやんなきゃいけないから。やっぱ、ちゃんとした、効率的なね、ポイントついた勉強しなきゃいけないんですよ。満点狙うやり方やると、ぼやける。結局、点数伸びない。 だからこの枝葉のところはもうやんないで大事なところを徹底してやるっていう意識もください。でそれが証拠にまあ見ていただきたいのがこれなんですよ次のデータ。これ受験者の正答率201617181920とね10月の試験ですけどね2020はねあ,のあるんですけど正答率が5割を超えるものはい45問41444340。41 40 43 40で このね、50%というのは純粋な受験生というよりはあの回答速報会に情報をいただいた方なんですよだからもう独学ちょろちょろでやっててもう全然試験を受けて全く手応えなくてそういう人はもう試験終わって家帰って酒飲んで寝てますから解答速報会になんか参加してこないんですよだから純粋な母体ではないでもそれなりにある程度勉強してきた人でどうです50%半分の人ができる問題を落とさなければ 45 41絶対40点でで、けますよね。うん、でちなみに60%え超えるまあこれ回答速報告会出た方ですけどね60%を超える問題を全部取ると大体いい合格点プラス23点です。うん、これね結局ね特殊なな知識いらないらんですよ。半分以上の人が正解できる問題を落とさなきゃ合格者になるいやーでもケアレスミスあるからとたまたま当たる問題もあるから。だから。 これ、正答率50%超える問題を全部取り切れれば、落ちることはありえないっていうのをまず認識してほしいんですよ。欲しいんですよ。だ、だとすると、こんな枝葉のところのさっぱり読んでも解説読んでもわかんないところは、やる必要がないという帰結になりますね、うん。結局ね、満点狙っちゃいけないっていうの、これ本当大事で、満点狙う勉強するとなんでいけないか。ぼやけるから大事なところが、なんですよ。うん、で、これあの、こういうガイダンスとかで、 最近はもういらっしゃらないと思うんですけど卓球試験は、ね、まあ35点まさ、あ、40点まあ8割取れは絶対受かる試験だから満点狙う必要はないんですよね8割目指しましょうみたいなこれはねなんかね満点はいらないんだよ8割でいいんだよだから8割目指しましょうっていうのはいやどうする、ね、じゃあ8割目指しててじゃあミスが続いて7割になっちゃったらみたいな6割になっちゃったらみたいになるんでね。そそうじゃなくてその 満点狙わなくても大丈夫だからじゃなくて満点を狙うと逆に勉強が効率が悪くなっちゃうんです満点狙う勉強すると全部やることになるから大事なところが薄まっちゃうぼやけちゃうだから満点狙っちゃだめじゃあなにこの二から三のところはどこを見ればいいのと、うん、あの結局ねあのー、全部過去問に言ったら大事そうで過去問やるって言われるから全部やる えそして過去問の周辺も全部やるもし出たら全部やるみたいにやるともうもし出されたら不安だからっていっていろんな難しい対策やって大事なとところからスパンと抜けんですよもうねあの勉強のこれはねセンスもあるんですけど独学でもできる人ってそのまあ多分小学校とか中学校とかそういったとこも成績よくてねもう何が大事かっていうのがねもう分かるんですよね。 じゃあ言われたことをやるならできるけどテキストを読んでえ何が大事か見極められないですよじゃあ見極め方言っておきますね、はい、この出題内容を知るってやつでこれ広く浅く出題されるってありますねで広く浅くということは要はテキストが分厚いのを全部読んで覚える人はもちろんないわけですよじゃあ何をやるかったら出題を知るために大事なのが過去問です過去問をやる過去の問題です これおそらく試験受験すると先輩方合格者とかネットとかね様々な情報源あると思いますが過去問やれ過去問やれ過去問やれって書いてありますねそうです過去問です過去に出た問題をしっかり対策を取るこれを出題内容を知るという点で一番大事な行為です、うん、だってどういう問題が出るか過去問見ればわかるじゃないですかいやでも過去問ってもう過去の問題だから予想問題いっぱいやった方がいいんじゃないですかっていう方っていらっしゃいますよね えアウトなんであのこれねレックもそうだしどこにもそうだし予想問題作る時は過去問見るんですよ。過去問に出てるから今年は周期的にこれとかそんな感じで予想していくるんですよ。だから過去問がベースになってるんですよ。結局過去問を見て予想してるんですよ。これ予想がもし各社外れたらとまあ外さないですよ普通は。ところがね。 もし軒並み外したらどうなります受かんないんですよあんな予想屋みたいなのに頼んで予想屋通りかって、えー、協定外したらなんか頭くんじゃないですかこれね予想じゃなくて当たるというかちゃんと受かる100%受かる絶対受かるを勉強するためには予想じゃない予想問題ってどうでもいい過去問です、うん、なんで過去問大事か言っておきますね過去出てるからですいや出たからだからもう出ないんじゃないのと違う過去出たということは 宅地建物取引士という資格を得るために必要な知識を試してるんです本試験は。それ出してるとというこでで過去問なんです要は過去問に出てるというとことは取引士の資格を得るために大事なな知識なんですよそれは30年前も変わらないし30年後も同じなんですよ。だん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 年々年々レベル高くなっていくから大事なところが増えて。 言い方も難しくなってくるっていうのはもうこれしょうがないです。国家試験いいうううもものはそういうもんですだけど少なくとも大事なところが今年は上の方だけど来年は左端とかはないんです同じなんですずっとだから過去問をやると大事なポイントが分かるだから過去問をしっかりやるというのがこれ大事なんです内容を知るというのは、うん、そうかじゃあ出題広く浅くじゃあその浅くというのはどういうのをやりゃいい過去問の出方を見てください。で これ、過去問をやるって言ったときに、過去問をやれば受かるか。気をつけてくださいね。やれば受かるもんじゃないです。受かんないじゃん。いやいやいや、受かるんです。過去問で受かるんです。ただ過去問のやり方があるんです。あの過去問って、過去問,問題やる、ね。1か2か3か4か正しいもの、これかな。あ、外れちゃった。じゃあ次やろうって言って、2回目繰り返せって言うから、じゃあやろう。1番、2番。 これ一番だと思ったんだけど、いきなり丸じゃないと思って、三番にしたら一番だったやつだ。渡ったみたいにね。これ、もう答えを覚えてるんですよ、番号。正解番号を覚えてるんですよ。要は、過去問を完璧にしました、でも落ちましたっていう方の典型例、答えを覚えちゃってる。過去問は繰り返すをやることは大事です。ただ繰り返すやることで、もうね正解番号をただ覚えてるだけの人ってすごくいるんですよ。うん、まず合格者にならないんですよ。 だだだっててて番号を覚えてるだけだから内容を見てないんですよこれ過去問は最低限なんで×か×の枝だったらここが×常にいやここ×だな常にじゃない例外は2つこういう例外がから×だな解説みたいなおっしゃったんだと。え丸だったら丸で終わりなんだけどえ丸なしをどうやって変えたらえ×になって他のやつ引っかかるかな俺引っかかるかな。 あそういえば前の年にこれえこの足は丸だけどえこれあの知った時からっていう棋点が知った時でえ罰っていうのがあったな、うん、とかね、うん、これいろいろねその過去をやってるとこれこうやって変えられたら危ねえんじゃないかこうやって変えられると他の人ミスるんじゃないかみたいにねそれ丸の足を罰にする練習そういうやり方で過去を徹底的にやり込んでみてください受かりますから。うん、だかからら結局何が大事ったた内容を知るためには テキストもいいででですすが過過去去問をややるることなんですよ過去もしっかりやることで見えてくるんですよただその過去問のやり方とかもなかなかおぼつかなかったりするとこれです時間のない人ための学習法資格の学校に行け結局宣伝ちゃうと当たり前じゃないですか宣伝あのレックさんだって私に金払ってこれやらせてんですよほはそりゃあ宣伝なんだから資格の学校来いって言うに決まってんじゃないですかっていうことですじゃあ資格の学校来ると何がいいのと。うん あの満点治安医学習となるとどこが出題されてんのかって分析する。過去問でえそれが早いです。あの、やっぱり過去問をやってから修正よりも先に大事なところ言われてて、インプットやってで過去問をやった方がまあ、やっぱ早いんですよ。結局ね、時間の節約なんです。うん、どうやって出てくるかは出題済みえ。もう分析済みです。それを最初から聞いちゃった方が早いでしょ？っていうのがまあ、こちらなんですよね。うんっていうことでで5番目まあ、これ完全に宣伝ですが。 皇室、教材を用いて合格へと。まあ、講義を聞くだけであれば、無料で見られる動画も存在しますと。まあ、今ね、ユーチューブとかありますね。うん、いや、俺もなかなかいいと思うんですよ。いや、いやここで言っちゃダメなんだ。え、これはレックだから。え、うん、でも、なかなかいいと思うんですよ。ただね。あのね。あの。あんまりな、私、人の悪口はあんま嫌なんですよ。あんまり性格い方じゃないけどね。あの悪口じゃないけど。いや、ちょっとこれ、まずいんじゃないみたいなね。嘘をちょっと言っちゃってるのとかね、やっぱあったりするんですよね。 うん、だからやはりこうやっぱり無料だなっていうところがあ、うん、すごく参考になるのはあるけどもその YouTube とかねああいう動画の無料動画はね選ばないといかんですよ、うん、で選べばいいのもありますよでもやっぱりあのどんなね先生でもねやってる先生でもねやっぱり無料で出してんのと有料は違う、うん、そこで、まあ、レック有料ですよ無料じゃないですよあのレックもねこうやって無料のやつありますよね私の話ねうん 私だから大した話できななななくくててごめんんさいいいいねねね無料で、ね、時間もったやややこれ今日まあもう本当に最後レックの宣伝になるようになりますがそのデータの中でもちゃんとしっかりしたものを出してますと、ね、分析してちゃんとインプット教材作られてるかアウトプット教材インプットに対応してるかえちゃんと試験にリンクしてるか、ね、そういったものをちゃんとお出ししているということでレック来てねっていう宣伝です。 であとは、決めたら速攻スタートかかぎ鉄圧位置打てと。これね、あの、視覚の勉強って、早きゃ早いほどいいです。で、あの、今皆さん聞いていただいて、よし、やろうと思ったら、もう早めに動いてください。これ、あの、いや、今から始めてもどうせ忘れちゃうからと。あの、これが多いんですよね。今やっても忘れちゃうあの、人間ってね、忘れる生き物なんですよ。早くからやって、忘れてください。 でまた思いい出してくださどうせまた忘れるからまた思い出してくださいどうせまた忘れるからその繰り返しでで体に血や肉になっていくんですよもうねやっぱりこの卓球試験っていやー取ると資格手当て出るし就職転職に便利だしねやっぱり取りたいなーっていう人はいっぱいいる。ところがね覚えたはずなのに忘れちゃうもうそれでね心が折れちゃう方ってすごく多いんですよ。 あの勉強ってねそんな甘いもんじゃないですよ一回覚える努力して覚えたと思っても忘れるんですよ、うん、でその繰り返しで身になっていくんですよ、うん、だから忘れないようにするために語呂合わせとかねあの耳で聞いて入れるとか書いて書いて書き上げとかいろんなやり方ありますまあ、講義でも言いますけどえ、ね、これねそれでもやっぱ忘れるんですよもう忘れる生き物なんです人間は忘れるから生きていけるんです これ人間忘れなかったらね、嫌なこともね、ずっと覚えてると、やっぱりね、どっかでね、もうね、うん、折れるんですよ、心が。でも、忘れるから、悪いこともしばらくすると、忘れるから生きていける、えー。都合のいいことだけ覚えてるなんて無理なんです。だから、試験の勉強してきても、覚えていられるか、無理なんです。忘れるのが当たり前、それを前提に、忘れるために覚える。っていう意識でやっていく。これ大事です。だったら、早い方がいいんですよ。 であともう一個ね、あの、もしデックに来ていただけるという前提で、早く来ると、いっぱい繰り返し見れるじゃないですか。あと、生クラスって、あの教室行くパターンですね。これね、あの乗り入れかなんです。何度でも出ていいんです。何度でも。ちゅったら、早く出た方がいっぱい行けて得じゃないですか。というね、うん。だから、合格率15%、え、ここにも書いてあるけど、言い方変えると85は、また来年、まあ、もしくはもうやめたってなるんですよ。 そんな甘い資格じゃないただこの資格は努力が報われる方が多い資格なんです絶対とは言いません間違った勉強をやると努力してても何年経ってもいいですでも正しい勉強法で正しい教材で正しく努力すれば必ず身になるそして必ず努力が結実する資格ではあるんですよ、うん、だからそういった意味ではこの宅建試験は私は好きです報われるから世の中には報われないこともあるじゃないですか えいくら頑張っても才能がゆえに限界があったっていういろんな例えばプロ野球選手になりたいとかねえそういった夢があってもやっぱりいや世の中にはいっぱいまだまだ上の人がいるなやっぱプロとかそういうもんですよねでも宅建はそんなことありますかとないんですよちゃんと努力一定の努力すれば必ず報われるんでね頑張る努力頑張る甲斐があると思いますということでえ決めたら速攻スタートが鍵鉄は熱いチームて。 ね、もう早めに動いてみてください。そして、まあレックがその時にね。まあ、皆さんの合格の手助けをねさせていただければ幸いでございます。以上でございます。はい、それではですね、えー、本日、過去の本試験に見える合格ための学習戦略という話で30分お話しさせていただきました。が、えー、皆さんの合格をお祈りしてます。頑張ってください。それでは皆さんご清聴ありがとうございました。